ドイツ語勉強してる人みんな、よ今日は、あの、ドイツ語の、あの、A1、あの、A2 の、あの、試験を目指してる方について、ちょっと、あの、この本の中身を紹介したいと思います。 もしあのこう試験に向けて何かこう目標に向けて今ドイツ語を勉強しているのであれば、まあ、この本の、まあ、中身をちょっと紹介したいと思いますであの家で自分で勉強するような本じゃないと思うんですよだからあのなんか、ね、自分一人で試験の前に勉強できる部分もあるしあるいは先生がいないと多分難しいっていう部分も あると思います。で、今日はその理由についてちょっと説明したいと思うのであの教科書というかその,あの本の中の一番最初の部分は「VoTS」ーチャーツだから語彙についてなんですよ。で語彙はあの全部自分でこう勉強しようと思えば何の問題はないと思うんですが次の部分はあの文法なんですよ。で文法は あの、説明も全部ドイツ語で、だからそこのいいところは、その式に出てくるあの文法が説明されてて、で、その式に出てくる文法の説明のもとに練習があるので、だからそういう意味で良いと思うんですが、文法の説明は全てドイツ語なんですよ。で、それが、あの、多分日本人にとって、あの、 その文法の意味を理解するために、あの結構手間がかかると思うんですよ。だから、その試験のためにあのどんな文法が出てくるかを。 こう、ここの中でこう見て、あとは、あの、日本語で作ってある文法の、あの、こう、日本語でわ分かりやすく文法を説明してる、あの、教科書を見た方が、あの、早いと思うんですよ。だから、あの、これがこう悪いとかじゃなくて、ただ文法を理解するためには、あの、先生が言ったり、あるいは日本語で書いてある文法の説明の方が、 あの理解しやすいと思うんですよ。で、そのもとでもう一回こう、例えばドイツ語での。 ドイツ語のみでのドイツの文法についての説明を読んだ方がいいんじゃないかなと思います。でとあとはですねあのこの教科書のすごいいい部分はあの実際に試験に出てくるあの練習が入ってるんですよ。でそれが聞き取りの練習また読むあと書くそしてあの話す練習が実際に出てくるのでだから自分が A1A2 こうデーとか日本でも、あの、あるような試験なんだけど、まあ、それに実際に、あの、こう、合格しようと思えば、あの、いいと思います。ただ、文法の面だけは別の教科書を使った方がいいんじゃないかなと思います。あとはですね、あの、すごいいいと思うのは、あの、合音の練習と、あとは、 そのまあ聞き取りの練習でですよねで聞き取りの部分はここには CD がついてるのでそれだったらまあ,あの家で1人でもまあ勉強ができると思いますでまあ皆さん今こう試験に向けて頑張ったら是非コメントくださいはい今日も最後までありがとうございますチューッコメントしてね